挑戦表明だ。おい、もう何も言わない。チャンピオンシップ挑戦させる、ただそれだけだ。もうよ、こっちとらよ、イライラしてんだよ。はい、もうよ、そういう前哨戦、そんなのどうでもいい。え、あの野郎がやりてって言ってんだろ。おい、だったらシェイクもよ、この野郎、新日本さんよ。あ、おい、新日本も鈴木みのるも、おい、全員叩き直してやる。久々に燃えてきた、久々に燃えてきた。ああ、だからそれを現実にするまでだよな。俺いつも言ってんだろ。チャンスをてめえで掴み取るってな。おう、掴み取ってやるぜ。おい、鈴木みのる、いや鈴木みのるさんよ、てめえが何考えてよ。おい、何をほざいてる、何をのたまってるか分からねえかよ。おい、お前の返答次第で言ってるに分かるよな。逃げるのは勝手で、俺が望んでること分かってんだろ。ただそれだけで。まあ とにかくよ、リング上で、かつてのよ、ビッグヒルに乗り込んだよ、その勢い失わせてんだろ。鈴木みのるさんよ、いや鈴木みのるさんよ、分からせてやるよ。本当に怖い人間のことはよ、分からせてやる。それだけで。どの口が言ったんだこの野郎。挑戦させろ。なぜお前が上から物を言う。おい、真壁闘技、いや名もなき平民よ、なぜ王様に向かい盾使おうとするんだよ。おい、そんなにこのベルト欲しいのか、俺の首が欲しいのか。お、今すぐここ連れてこい。お前今すぐ連れてこい。ここで俺の前にひれ伏せ、土下座しろ。ウケねえ、ケイさんな。おい、何勝手にてめえ客味方につけてな。あ、挑戦しますよ、次の挑戦者僕ですよなんて既成事実作ろうとしてんだ。あ、おい、てめえのな、その短い足じゃな、俺という大きな大きな山、ここに足すらかけることできねえんだよ。おい、真壁この野郎、棚橋が倒れ、そう、次は自殺志願者か、真壁闘技は。嫌いじゃないね、嫌いじゃないね、自らてめえの首を差し出してここにやってくるの嫌いじゃないけれどな、お前に一言言ってやる。おい真壁、平民は平民と仲良く前座でやっとけ、俺のところに来たとか思ってんじゃねえよ。